いですかね、大丈夫ですか。あ、気持ちいいも、はい、その辺も緩んだ、うん、うん、緩んだから全然平気、うん、そこだったのね、うんうん、そこがすっごいパツパツになってて、うんうんうん、だから変な話はこう便通も悪くなってますよね、うんうん、そうなんですよ、結構一気に来ちゃうんですよね、こう腰悪くなっちゃうとトイレも、だからまあこう悪いものが溜まっていっちゃうし、いろんなことがダダダダダって、そう連鎖して起こりますからね、うん、精神的にも参るからね、眠れなくなりますしね、なんかね、その辺は分かんないです、うん、そうっすか、眠れじゃないよ、うん、まあいやもうなんか怒涛のような感じ、もうダダダダダって、うん、いつから悪くなったっけぐらいの、うん、徐々に来てるの、うん、徐々に悪くなってた段階は覚えてるけど、うん、ここ1週間2週間すっごい分かんなくなった、うん、まあ多分もう そういうのを気に してられないとかケアできないからなっちゃうもんですからね、はあはあ、多分気にしてる段階でいたら軽かったってことね、そうそうそう、はっきり分かるぐらいであれば多分そこに自分の状態を把握して対処できる余裕がある状態だから、うんうん、多分ちょっとその手が回んないでいる期間にぐっと悪くなったんじゃないかなと、うん、この1、2週間全くそういう、うん、あったかい、よかったね、よかったね、ママ言わなくていいよ、はい、なんですごいな足、はい、こっちいいね、あ、これ前にもやってもらったあれだ、うん、この体勢でグッとすると、うん、結構一気に、ね、うん、ね、緩みますね、かなり緩んでる、昨日と比べたら全然状態は良くなってますね、あ、痛い、すいません、うん、そうですね、こっちもさっきやった運動一番のとこ痛いですね、うん、と思うんですよね、ここ柔らかくなってきてますから、うん、逆にこっちがちょっと張りが弾力が出てきましたよね、うん、で安定も良くなってきてるので、うん、腰大丈夫ですかね、体勢は、はい、分かった、まみちゃん分かった、うん、ね、見るだけだよ、あ、そう、そうそう、気持ちいい、聞いた気持ちいい、気持ちっこ、気持ちっこ、そう、気持ちっこ、気持ちっこ
気持ちこい気持ちこい。何何どこもかしこも、だもう難しいですね。難しい多分だから撮っても今度はこっちこっち撮っても今度はこっちって言ってやっぱりもうその長年我慢してきてるじゃないですか、うん、すごく良くなったっていうところまで、まあ、マシにはなっていくとは思うんですけど、でもやっぱこう波がそのごまかしてきた分も含めて全部戻る状態になるので状態よくしていくのもやっぱり繰り返していかないとっていうことになるので、本当に1回2回ですっきりさっとさっぱりっていう風にはなりづらいでしょうというとこですね、うん、で一見良くなったように思ってもやっぱりまだね芯が残っているような感じですから、無理したりねなんか衝撃が加わったりとかあるとまたすごく痛くなるみたいなことにはなる、ただまあその積み重ねてきたものっていうのは無駄にはなってないので、はい、まあやっぱり一回痛くなっても一回昨日やってるので、うん、ちょっと立つと最初よりもほぐれた状態で、うん、うん、大丈夫です。ねえ、早く終わんない？これあげる。ねえ、これ。何も見えない。まあ、これで一応、もう本当はこっちもやりたいですけど。はい、大丈夫そうですか、うん、でちょっとゆっくりあげますよ。まみちゃん、ジャンプは嫌。怖いね。おー、腰に来るね。やっぱりそういうことですかね。この小さく回す感じで、うん、小さく回すなら大丈夫、うんうん、小さく回します。まいちゃんは来ないでね。ちょっと回していくと少しそれが取れるっていう可能性が高いので、うん、はい、はい、大丈夫、はい、でもちょっと引きますね、はい、怖いなあんちゃん怖いな、降りてこそジャンプしないでね絶対に、はい、どうぞまた以上になりますね。